es Suzuki Mouse. Toko kana. Odoru ka kono machi, soretomo hoko no machi iku. Ono machi kana. Demo Sanzen, mata Sanzen Gold. Mendokusai daro. Moto kane mochi ni natte ano yochien ni modoru kana. Atto de modoraleru kana yochien. Soda na, ima yochien ho toite susumu monogatari susumu kana. Futoi koto. Ano hito wa futoi koto o heiki de shimasu. Futoi yatsu. Are wa kareta kane o kaisanai futoi yatsu desu. Futokoro ga atatakai. So kana, toita kana, muda na seinen amari. Ma, kyu, dou kana. まあ、 進むかな? どこ行く? かなり遠いですね。 まだ、 どうかな? 幼稚園か? 進むか? 進むかな? あとでも踊られるかな? 幼稚園かな? そうだな。 まあいい。 多分戻れる。坊主たちまだ待っている。懐が暖かい。今日は暖かい。そうだ、多分後で船を手に入れる。そしてあの坊主たちも戻られる。この幼稚園も戻られる。そうだな。まあ、船かな?それとも飛行機? まあ、乗り物を手に入れる。この自動車手に入れたから、多分飛行機とか手に死んでいる、この人たち。太いやつ。あれは枯れた金を返さない太いやつです。懐が温かい。 これは何か?今の砂漠じゃないね。これは砂漠だな。出る。ああ、クソ。<笑>またこの砂漠入っちゃった。別の街だと思った。乗り物。ああ、自由だ。自分で。 出口見つけた。ちょっと買うかな。まっすぐ。懐が温かい。クラウドの強い回復しようか。ケルラル。懐が 深い。彼は懐が深いので、何でも話しやすいです。懐が痛む。先月は思わぬ出費があって、懐が痛みました。懐が寂しい。まっすぐ行って、 右側のところかな。懐が寒い。無駄遣いばかりしていると、すぐに懐が寒くなりますよ。懐が寂しい。懐が寂しいので、映画を見に行けません。懐を 痛める。あ、クラウドダメ。あ、
殺しちゃった。懐が懐を痛める。懐を痛めても子供は全部大学にやるつもりです。次の町どこか懐を肥やす。ケールしよう。強いケールかな。どうでもいい。懐を肥やす。彼女は周りの人を犠牲にして自分の懐を肥やしました。懐刀。息子は有力な政治家かな。これは町見つけた。入り口。これは町か。見にくい町。これ。ああ、そう、車入れる。壊れた。死んだ。やれやれ、こんな時に交渉か。入れるこれ。私の車死んだ。死んじゃった。かわいそう。どこか。コスモカニオン。ハイナ聞いた。ただいま、ナナキ、帰りました。おう、ナナキ、無事だったか。さあ、ブーゲンハーゲン様にご挨拶を。ナナキ。本名はナナキか。ようこそ、コスモキャニオンへ。この地のことはご存知ですか？知っている。嘘をつきましたね。このコスモキャニオンでは許されないことですよ。ようこそコスモキャニオンへ。この地のことはご存知ですか？知らないな。では語らせていただきましょう。ここには世界中から星名学を求める人々が集まってきます。うおー、来たかったぜ。コスモキャニオン。が、今は定員いっぱいなので、中には入れてあげられません。七期か。その人たちには、ほんのちょっとだけ世話になったんだ。入れてあげてよ。そうでしたか。七木がほんのちょっとだけ世話になりましたか。ではどうぞお入りください。七木というのは、七木は七木、彼の名前です。いや、レッド13です。ようこそコスモキャニオンへ。ゆっくりしていってください。これも幽霊か。たくさん幽霊がいます。これがコスモキャニオン。なるほど。神秘的な場所ですね。あなた方も星名学かな、生命学の研究にいらしたので。そうじゃない。おや、さようで。車が故障。それはそれは。何せこの辺りは道らしい道もないですからね。そういうことなら任せてください。こう見えてもね、メカには結構詳しいんです。
車が直るまでコズモキャニオンを見学されては、車が直るまでコズモキャニオンを見学されては、そんなところだ。やはりそうですか。何でもここにはすごい天文台があるそうですからね。ぜひ一度見てみたいものです。これはコズモキャニオン。なるほど、新奇襲的な場所ですね。あなた方も生命学の研究にいらっしゃったので、あ、いや、さようで、車確保証、それはそれは、何このね、たりや道や、そういう、結構苦しいんだ。この見学されてます。車が直るまでコスモクさん、これは修理人か。車を直す。よし。復活車。ぼや。わいわい、何気が、何かき、七気が帰ってきたです。この炎のおかげなのです。この火はね、コズモキャンドルなのです。昔から燃やされ続けてるのです。つまり、この谷を守る、聖なる炎ってわけなのです。でもね、私が生まれるうんと前に、一度だけこの火が消えたことがあったんですって。とっても怖いことがあったって長老は言ってたけど、私よくわからないのです。これは女か。わい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 わっしょいわいわいわっしょいわいよよ、それだけ覚えるそう、歌忘れちゃった。わいわいわっしょいわいよよ、コツコツ照りた焼き、生くじ何ぬねんの、忘れた。いやー、どうも、何をお探しかな。ああ、普通の店行ってる。そんなに高いか。1518持ってる。なんでそんなに高いかな。13234、これは何、鎮静剤かな。興奮剤、金の針、うちでの小槌、ミニマム状態を直す。ああ、そのミニマム、技、変身の技かな。ミニマム、あ、ゴミですね、いらない。これはなんだ、次の店かな。隣の店、入れるかな。隣の場所入れないか。あ、入れるかな。入れない、まあ、こっちから入れない。はしごしよう。後ろのところは行けるかな。行けない。こっちも何もない。傘車かな。ああ、何か入った。これは店かな。ああ、こっち、この辺ね。いや。これは地下室。迷路。ローチョブーガー。そうか。お前さんたちが七木を連れてきてくれたのか。うん。ありがとうよ。なんでわかっている？エスパー。そうだ、エスパーですね。いらっしゃい。うちのオリジナルカクテル、コズモキャンドルはいかがですか？お酒はいいですよ。人の心をほがらかにさせますから、ほどほどならね。それだけ。コズモポリタン買えねえ。こっち。亀道楽か。
亀道楽通信ナンバー5。カクテルもいいけど、やっぱり地酒が一番。ぜひ一度居酒屋亀道楽へ。このバーのやつか。ようこそシルダラインへ。一泊100ギルになりますか？お休みになりますか？ダメダメ。ではまたのお越しをお待ちしております。お待ちしております。これか、これは部屋か。エリクサーを、よし、盗んだ。エリクサーを盗んだ。エリクセル、何か私の大切なお金。ああ、素敵な星の夢を。それだけか。ん？ああ、すまらない。私の100ギル。回復必要、ああ、必要あるかな。クラウドの MP かなり減った。まあ、後でかな。星の夢を。これは刀。いや、ほうき。なんだ、この部屋。意味ない部屋。あの、エリクスか、と、エリクス取ったね。はい、取っただと思う。ああ、まいか。いらない。じゃあ、他の場所行くか。出られる。ちょっとレベルアップしようか。その後一泊。私の車まだ死んだか。まだ死んだか。調べろ。やれやれ、こんなとこにこうしようか。あの、修理人は遅い。遅いやつ。多分そろそろ敵が来るだろう。懐刀。息子は、有力な政治家の懐刀です。息子は有力な政治家の懐刀です。しかり。しかり何？懐具合。やっと懐具合が良くなってきました。が、がが強い。彼女は、がが強くて、付き合いづらいです。付き合いづらいです。じゃあ、ケールしようか。ああ、バレーじゃない。バレー大丈夫。どうかな、今は、28分だ。もうちょっとこの本しようか。ガオハル。彼はガオハって誰の意見にも疑いませんでした。ガオオル。彼女はガオオってお母さんの意見に疑いました。従いました。ガオ制する。理由がないのに非難されてガオ制するのに苦労しました。弱いこの人たち。じゃあ、ケルシー。ガオハル。彼はガオハって誰の意見にも従いませんでした。ガオオル。
彼女は我を追ってお母さんの意見に従いました。我を制する。理由がないのに非難されて我を制するのに苦労しました。我を通す。死んでいるこの人たち。我を通す。彼はつまらないことまで我を通そうとします。柄のいい。じゃあ何どのくらい手に入れたかな、お金。かなりお金持ちです。もう少ししよう。もう一回。その後、あの宿屋に休みます。どうかな、進むかな。30分まで戦います。その後休みます。ロボットか。外した。なんで外した、クラウド。大丈夫そう。そうだな、そうだな。柄のいい。あの柄のいい女性は友達のおばあさんです。柄の悪い人とは付き合わない方がいいですよ。柄の悪い。ゲイ。ゲイが細かい。僕の人。これは電話か。そうか。泣き。七期もいない。エリス悲しい。エリスレベルアップしようか。22。ティファ22。エリス悲しい。悲しいエリス。いや、この二人どうでもいいかな。ゲイが細かい。彼は何をするにもゲイが細かいです。はい、もう一度バットしよう。この街進む。彼は、でもこれはつまらない。どうかな。いや、30分までバットしよう。あの宿屋に泊まって、そして動画を終わりしましょう。それは一番いい選択かな。ゲイが細かい。彼は何をするにもゲイが細かいです。ゲイがない。あの人はゲイがないから、いつも同じことばかりしています。芸術肌。彼女には芸術肌のところがあります。怒り。そう、怒り。怒っている、この人たち。怒りはいいことかな。芸術肌。彼女には芸術肌のところがあります。現金な。あの人は現金な人です。どんどん進んでいるこの本。ゲタを預ける。最終決定は彼にゲタを預けました。ゲタを吐かせる。真面目な学生の試験の結果には少しゲタを吐かせました。業を煮やす。この大きいやつリムブレイクしようか。なんで魔法できないこの人たち。これはチビダメ。もったいないクラウド。
で、ペンギンかな。クジャク。あ、これはクジャクか。強いか、これ。まあ、ちょうどいいところです。あの、宿屋に寝る塩ピなしのところ。そろそろ死んだクジャク。そうだな。塩ピなしから宿屋行きましょうか。はい、こっちでいいところかな。この20分で終わりしましょう。はい、ただいま。大きいはしご、この大きいはしご行かなかったね。この大きいはしごなんだろう。これも店かな。何もない。意味なしのところなんだろう。なんでだろう。そしてこの見にくい扉、見にくい。この地下室、何もない。はい、OK です。寝ましょう。そしてちょっと休みます。みんな、はい、大丈夫になった。